嵐の松本潤が主演する NHK 大河ドラマどうする家康の第30話新たなる覇者が6日放送された。織田信長の妹死を演じる北川景子が最後の時を迎えたが、淀君として戻ってきてとネットでも北川復活を望む声が相次いだ。今回は織田信長、岡田准一の死後、織田家の後継ぎを決める清須会議が開け、彼、明智光秀を討った秀吉、室津義が織田家の実権を握ろうとする。その野望を食い止めるため、死は柴田勝、家、吉原光雄との結婚を決意する。その後、勝家と秀吉が対立を深め、賤ヶ岳の戦いが勃発。勝家が敗色濃厚となり、勝家が、やつ、秀吉を見くびっていた。やつのもとに行きなされと自害しようとするが、死は断る。一度ならず二度、までも夫だけ死なせて、生き恥をさらすなど、地獄にいる兄には現れようぞ。この戦の総大将は子の死であるぞ。敗軍の将の責任を取ることに一片の悔いもないと勝家と共に自害した。賤ヶ岳の戦いの間、甲冑姿だった北川には、今日の北川さんは綺麗すぎます。北川さんの甲冑姿、素敵です。これで北川さんが最後になってしまうのは、惜しいと絶賛の嵐が巻き起こった。また、この賤ヶ岳の戦いでは、浅井長政との子供である茶々、初、甲の三人が秀吉のもとへ逃げ延びる。この茶々が後に秀吉の子、豊臣秀頼を産む、淀君となるのだが、淀君として再登場してほしい、大人になった茶々は、北川景子さんにやってほしい、北川さんの二役ってありだよねと再登場を希望する、声も殺到。さらには、北川さんも撮影棟梁って言ってないから、淀のお方として出てくるんじゃないかなとの予想する投稿も。視聴者の北川ロスは小さくなさそうだ。